こんにちは、島田香織、かおちゃんです。これはロンドンにあるホランドパークという地下鉄の駅なんですけれど、以前私が住んでいたところで、降りるとこのホランドパークアベニューがねあって、大きな木が立っている、とても素敵な道でした。で、これはいくつかあるホランドパークの入り口の一つで、この時は春のチューリップの時期で、すっごい綺麗でしょう。もう毎朝行って写真撮ってました。ホランドパークは私の大好きなロンドンの公園です。さて、今日は、絵本の原画を描くの続きで、先日コラージュで、この峠を越えるという場面を作ったんですけれど、これを iPad に入れて、加工していきます。まずここで iPad のプロクリエイトに入れる前に、どうなってしたっけ、マジックイレーサーというアプリでバックグラウンドを透明にします。プロクリエイトでもバックグラウンド透明にできるんですけれど、こちらの方がパッと一瞬でこのように消すことができるので便利なので使ってます。だけど実はね、このバックグラウンド、今回木目とか段ボールで筋がついているので、そのラインを分けて認識するので、なので今回は実はあまりマジックイレーサーの、威力を発揮してもらえませんでした。なのでこういう時は消しゴム機能で、手動で消します。本当これだったらプロクリエイトと同じなので、私このマジックイレーサーを別に使わなくても大丈夫です。マジックイレーサーは写真を取り込むと下にバーがあり、一番左のところに星のマークがついているようなペンのアイコンがあるのですけれど、それがマジックスティックということで、これを使って、透明にしたいところをタップするとそこが透明になります。で、今回はそれができなかったので、右側にある消しゴム機能を使って消しています。マジックイレーサーでもいろいろな機能があると思いますけれど、私は本当にこのアプリは、バッグを透明にするということでしか使っていません。ごめんなさい。なので、他のことがあまりわからないのですけれど、でもそうですね、プロクリエイトで、慣れてしまったのでそちらを使っているんだけど、いじってみればやりやすいものもあるかもしれないので、いろいろいじってみてください。さて、ここからが、プロクリエイトの面白いところで、私は感動、今でも毎回これを使うとすごいなと思ってしまうところなんですけれど、左上の矢印のアイコンをタップすると取り込んだ画像の形を変えることができるんです。大体の場合は私は画像をキャンバスに合わせるだけなので、均一を使ってでキャンバスの大きさに取り込んだ画像を合わせているんですけれど、今回の場合はこの山がね、峠というテーマで描いたはずなのに、この山がちょっと高すぎるので、もう少し車が走りやすいような雰囲気に変えたかったので、それをワープという機能を使って形を変えました。
説明が遅くなってしまったので画像と全然合わないところを言ってます。またワープのことなどは次の時にでも詳しく話します。今はこの画像に合わせて話します。この白いラインになっているような傷は少し気になるので修正します。その時にブラシのライブラリーに行くとインダストリアルっていうのがあるんですけど、そこにいろいろあの荒れ地とかね、岩液とかねじれた木とかいろいろあるので、それは使えます。いろいろ試してみてください。では次に進みます。レイヤーをもう一つ足して、今度は空に色を入れます。星空なのでこのぐらいの黒のあまり入っていない鮮やかな青を選びました。スポイト機能を使って空の部分に青い色をのせるとパッと塗ることができます。次はお月様を浮かばせます。筆はブラシのライブラリーのエアブラシからソフトブラシを選びました。円を描くときに小さな点から少しずつ大きく円にしていくと描きやすいです。私は月の形は満月も新月も大好きなんですけれど、一番好きなのはとても中途半端な月の形が好きで、これもそういう形にします。それで、消しゴム機能に筆を変えて少し上の方を削ります。ここで削ったところがシャープになりすぎているので、ブラシをもう少しソフトに変えて筆のサイズを少し大きくして、透明度も少し薄くしてエッジが柔らかくなるような感じにしました。次は夜空にお星様を散らします。ブラシは輝度の微光です。これをいろいろな大きさに変えて何が一番いいかやってみます。天の川みたいのをちょっとつけたいなと思っていて今いろいろやってるんですけれど、嫌だったら2本の指でタップすると消えるので、いろいろなことを試してみてください。何たってやり直せるのがデジタルのいいとこです。ぜひ何度も何度も試しをしてみてください。星空をこの辺で終わって、最後に一番大事な車を描きます。車はもう影なので黒でいきます。その前にレイヤーをもう1枚追加してそこに描きます。それじゃないと、もし車を失敗した時に消してしまうと空まで消えてしまうので、レイヤーを1つ追加すれば車など失敗した時にその部分だけを消せることができるので、これも本当にデジタルのもう素晴らしいところで、紙に書いてたらねこういうの本当に大変なことになるんだけど、あ、でもね、そう、私がコラージュを始めたのはそういう意味でしたね。失敗して切り取るしかなくなって、だから結局紙でもデジタル、デジタルにはできない面白さが、やっぱり両方やるのがいいのかなって。私は両方好きなので、それを融合させることができるっていうところが今の素晴らしさだから、やっぱりね両方やらないともったいないなと思います。味が出る紙と簡単なデジタル、動きを出したりとかね、本当に楽しい。私は今までフォトショップやイラストレーターを何度もトライして挫折して、で本当にね画像をコンピューターで処理できたらどんなにいいだろうと思っていたんだけど、こんなに素晴らしい簡単なアプリができて本当に嬉しいです。こんなに世界を広げることができるっていうのは素晴らしいなと思って、私は毎日毎日感動してます。で今はあの木を描いてます。森っていうか森じゃないかな、そうですね、山だからとりあえず森なんだけど、木を描いてます。全部影なので黒で描いてます。
この時は、筆は確か、スケッチから、スケッチ、そうです。スケッチのブラシのライブラリー、スケッチから、何を選んだかな。よく私は鉛筆の 6B とかも使います。いろいろ面白いのがいっぱいあるので、ぜひ試してみてください。で、これは車です。ここに少年が乗ってます。ここで山小屋を一軒描くことにしました。田舎をね、田舎というか、スコットランドとか私たちよくドライブするんですけれど、田舎のね、田舎っていうか本当にもう荒涼とした山の中、人里離れたところにポツンと一軒だけ家があったりするのを見るとね、もう信じられない。私にはとてもそういう大自然の中で住みこなすことができません。そういう力がねあるといいんだけど、大雨の中のね羊とか見てると、本当に雨なんて全然関係ない、寒さなんて全然関係ないみたいな顔して草を延々と食べ続けてる、そういう姿見ると本当強いなと思って、叶いません。私は小さい時はね大好きだったんだけどね、そういう外で転げ回って遊ぶことが、なんか今は蚊がいるから嫌だなとかねそんなこと考えちゃったりして弱いです。そういう強さ、そういう強さも手に入れなきゃダメかななんて思いながら、でもお部屋の中に入って絵描いてます。ここでもう少し夜空に星を足すことにしました。大きい星をもう少し足して、これで完成させます。この後画像を保存して終わりです。ちょっと山の部分が白くなってしまいましたけれど、これはちょっと光の加減です。こちらが完成図です。ということで、今日も本当に長い間見てくれてどうもありがとう。また明日続けます。じゃあまたね、バイバイ。チャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとう。